して東北3人暮らし。おはようございます。ジャングル西です。どうも。今日はですね、後楽ランチというのに来たんですが、この間ですね、O1 グランプリで食べました、あのズルビキ丼っていうのがあるんですよ。美味しかったね。あれ美味しかったんですよ、ズルビキ丼。僕ずっと言ってます、ズルビキ丼美味しかったって。あの O1 の時に、うん、ズルビキが食べられるというランチが、そうね、こう期間限定であるそうなんで、今日はそちらを食べに来ました。お店がですね、こちらになるんです。あれですね、おやすみどころ神下さん、見ての通り、もうね、今すごい混んでる。僕らまだ食べてないんですけど、こんだけ混んでます。並んでるよね。そう、並んでるんで、だからすぐ食べれるかどうかもわからないぐらい、金ヶ崎の、あの名物なんですよね、ズルビキっていうのは。11月2日から11月6日まで、今日から11月6日までお昼にやってるということなんで、行楽ランチ、はい、行楽ランチ800円でコーヒー付きね、はい、コーヒー付きでやってますんで、今からズルビキ丼の方食べていきたいと思います。それでは早速行ってみまひゅー。おういただきます。いただきます。そうでしょうかな、初めて見たのはこうやってもみじ置かれてるね。ふじゃない、うふふおふおふおふが入ってます。おふ、あと健康野菜が、健康野菜、はい、ごぼうやったり人参やったり、揚げか、揚げ、厚揚げ、あとね、しめじとかね。ズルビキと、ね、タルタルソースでお豆腐で里芋、古代米でしたっけ。古代米、そう、これが古代米。ああ、古代米、前のやつ、ね、芋も入ってる。芋食べてみよう。いや、ズルビキ美味しいっすよ。うまい、うまい、うまい。とろみがかってるからね、とろみが、あんかけみたいな、あんかけみたいな。ご飯欲しいね、合うんかな。あ、うまっ。ジャングル流でかけて、おいしい、食べれる、うん、よかったね。かぼちゃタルタル、うまいな。かぼタル、かぼタル、うまい、うん、めっちゃうまい。ご飯と合うやん。ナンバーワンだね、ご飯に合うお供。ナンバーワン多くない？ご飯に合うお供、ナンバーワン、うまっ。ご飯かけて食った方がいいね。ご飯に合う。うん。めちゃくちゃ合う。やばい、もうなくなる。うん。美味しいな。うん。完食。いただきます。うん。お出汁が染みてて美味しいですね。非常に。非常に粘り気があって、北上に双子の里芋っていう有名なのがあるんだけど、このタルタルがうまい。あ、これ食ってない、まだ。かぼちゃタルタル、かぼタル、いただきます。タルタルがめっちゃうまい、かぼタル。お、うまいね、合うね、タルタル。あ、どうじゃない、なめこ色味はちょっと似てるね、色味は似てたから。うん、うまいな、うん、ごちそうさまでした。早っ。季節の食材を使ってるので、地元の食材を使ってるので、ぜひ食べていただきたいです、はい、そのズルビキっていうことは、はい、まあ、あのズルビキ自体には9品目のその根菜がとかいろんなものが入ってて、もうあのヘルシーで、はい、あんかけ風なのでとってもいいと思いますけど、ね、結局はあのお肉とか魚とか一切入ってないで、それであの日本古来の伝来の今騒がれてるあの出汁、出汁をうまく使ってそして作ってるっていうことかな、うん、やっぱりあのなかなかそのズルビキね、あの大変なのはやっぱり若い人たちは今肉入ったりとかなんかそういうの入らないとなかなかこうとっつきにくいっていうことがあるので、この宣伝がなかなか大変なんだけど、でもいざ食べてみると結構若い人にも喜ばれるし、年取った人にはなんか懐かしい味かなっていうし、若い人たちはあ新鮮な味かなっていう感じで。僕、ご飯に一番合うと思いますよ。
ご飯に、白ご飯に。白ご飯にね。白ご飯にね。なるほど。はい。よければ食べてもらってね。はい。野菜嫌いな人でも食えますね。いや、全然。ね、あんが強いから。そうだよね。小さく。うん、ね、細く切ってるので。あんだけ野菜入ってるのに、その野菜の強さってあんまないですよね。いい意味で。そうだね。ね、でも野菜嫌いな人でも。そしてもうなんか知らないうちにこう入ってるっていう感じで。で、上にかけて。そうだよね。ね。多分だから焼きそばに、焼きそばみたいにして、そう、あの、あんかけ。なんかそば焼き揚げ、なんだ、焼きそばの、あの、揚げたのあるよね、よくね。揚げ焼きそばとかにかけてもいいと思います。はい。ね。用途は何でもあるっすね、使い方は。もう物がいいから、そのズル引きっていう自体がうまいから、多分もう、うどんにも合うし、そばにも合うし、ご飯にも合うし。俺はご飯が一番ですけどね。あ、そうですか。この間のズル引き丼食ってうまくて来ましたから。本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう本当にいろいろとお世話になってありがとうございました。いやー、お腹いっぱいになりましたね。食べましたね。だいぶ食べさせていただきましたよ。はい、行楽ランチ。コーヒーまでついてね。うん、今回はね、あのズル引きを丼としてじゃなくて、あのお椀に入った状態で、あんかけ、そう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 、で、あんかけ入って、あの何種類かの季節野菜をね、野菜がいっぱい入ってて、そう、使って出てたんですけど、僕は思わずやっぱりもうご飯にご飯かけてぶっかけてたね。ぶっかけました。ご飯と食うのがめちゃくちゃうまい。このズル引き丼ペースも早かったもんね。そう、すぐなくなったもんね。うん、普通あのペースで食うもんじゃないからね、ああいうお弁当箱に出てくるのでちゃんともっと味わって食べるのを。それ以外にもいろんなものがあったからね、ズル引き以外。そう、ズル引き以外もなんかかぼちゃのタルタルソースかけみたいなとか、そう、あと初めて食べたのがあの大根おろし。あ、大根おろしの、そう、食用菊入って、なめたけ入ったやつ。そう、あれは初めて食べた。そのまま食べたりとか、あと季節なんで柿とかね。あ、そう、柿入ってたね。柿とかあったり、あの見た目も可愛く、そう、ね、なってますし、若い子なんかもね、すごく来やすいんじゃないかなと思いますので、ぜひよければ、こちらお休みどころ上下さんにね、はい、よければ来てください。で、この、 あの期間限定の、行楽ランチ以外の日はズル引き食べたい方は予約をしないとちょっと食べれないので、2日前ぐらいには予約をしとかないと、はい、予約して、まあ、電話でもいいので予約して、ちょっとズル引き食べたいですって、まあ、一言多分言ってもらえれば食べれると、ね、食べれると思いますので、よければぜひ一度この行楽ランチ中も来ていただいて、それと別でもまたもう一回、にも、ね、はい、時間あるときにね、よければ来ていただいて、はい、美味しかったね。まあ、いろんなものがあるっていうのも ね、 ね、いいね。あの、非常に体に良さそうでね。いや、ヘルシーだね。ヘルシーですね。野菜嫌いな人でも食べれます、あれ。ズル引きにいっぱい入ってるから。明日からもよろしくお願いします。どうも、ありがひょー。チャンネル登録、よろしくお願いします。